7番ホールパー5、504ヤードです。吹き流し約250ヤードの位置に吹き流しがあります。タイナー選手ずっとパーで来ております。こらえてます。ショットです。さあ弾道の低い加藤選手、どのようにこのホールを攻めていくでしょうか。フェアウェイ右、少し遠回りになってしまいました。ドバシアの関野亜美選手は方面、ナイスショットです。ナイスショット、パー5にダメです。今日はグリーンが右のグリーンなので、バンカー手前あたりにうまくレイアップして角度のいいアプローチを残したいというところです。ちょっと左に行き過ぎてしまいましたが、パー5なので問題はないでしょう。ナイスショット。フェアウェイ右にナイスショットでした。タイナ選手も得意な距離を残すべくレイアップとなります。あまり右に行くとスタイミーになってしまうので気をつけたいところです。右から左へドロー、持ち玉でナイスショット。少し左ですがバンカーには届かずナイスレイアップとなっております。加藤選手第3打目です。残り若干上りの101ヤード、低い球で出しましたが届いてるか。バウンドしてナイスオン。高山選手も100弱です。ピンに向かってナイスオン。関野亜美選手残り約90ヤード、左に引っ掛けてますが、ナイスオン。タイナー選手も残り約90ヤード。ピンに筋ってます。ナイスオン。さあ関野亜美選手、下りのフックラインかなり難しいラインです。タッチ合わせて。スーパットで行きたいところです。ナイスタッチ。かなり打ってます。思ったよりも曲がらなかったスライスラインでした。ナイスパー。さあ高山選手、今までのボギーを取り戻したいマストバーディーホールです。ナイスバーディー。さあ谷田選手残り約1メートル強ですが、
下りの難しいフックラインが残ってます。読み切ることができるか。ナイスバーディー、見事に読み切りました。今日初バーディーです。ナイスパー。8番ホールにやってきました。右奥のバンカー越えるのに約210ヤード、右から左の傾斜になっているのでバンカーの左10ヤードぐらいが狙い目になります。武田選手ティーショットです。先ほど言った通り右から左にドローがかかりナイスショットです。逆にフェードで左から右にナイスショットです。ナイスショット。加藤選手ティーセッティングがかなり低いです。バンカー越えるか。バンカー越えてちょっとラフ左カート道延長上ぐらいのショットになってます。さあ関野亜美選手ティーショット。フェードがかかり真ん中から右フェアウェイにナイスショットです。ナイスショット。難しいライでした。ちょっと左に引っ掛けてしまいました。第2打目綺麗に捉えてます。ナイスオンです。バーディーチャンスです。約140ヤード。綺麗にピンに向かっています。これもバーディーチャンスです。でしょ。これもドローがかかってピンに向かってます。ナイスショット。加藤優香選手残り約40ヤード上りのバンカーショットが残ってしまいました。エクスプロージョンをかけるには少し距離があり難しいショットとなります。クラブを開かず球を突き通りました。少しオーバー気味でしたが、ナイスショットです。約40ヤード上りのバンカーショット薄くうまく打ちましたが8メートルほどオーバーしました。ちょっとこれをオーバーしました。ピンチです。上りのスライス、惜しい。エスパー。さあ高山選手ここでもバーディーを取ってイーブンに戻すことができるか。ナイスバーディー。スライスを読み切れずダボとしてしまいました。関野亜美選手、高山選手とラインはほとんど同じです。ナイスバーディー。ポイントランキングトップの高山選手です。出だしは2ボギー先行しましたが、ちょっと左気味です。
あ、右に跳ねてフェアウェイに戻ってきました。2ボギー先行しましたが、さすがにポイントランキングトップの実力者、2バーディーでイーブンに戻してきました。左から、右にフレンドリーキックでフェアウェイに戻っています。上りの390ヤードは女子にとっては長いパー4になります。谷田選手ドローでフェアウェイ真ん中、ナイスショットです。加藤選手弾道の低い球でちょっと引っ掛け気味、左バンカー方向面です。加藤選手9番ホール第2打、アゴがあるのでちょっとレイアップ失敗しました。さあ谷田選手の第2打です。ちょっと右に出ました。約165ヤードのショット、右奥にオンです。ピンに向かっていい球がいってます。ナイスショー、バーディーチャンスです。ちょっと左に引っ掛け気味ドローがかかってしまいましたが、ナイスオンです。ナイスオン。ピン右に、あ、寄っていってます。ナイスオンです。谷田選手9番ホール第3打目アプローチ、下りのフックラインです。さあ、ね、寄せ切って1アンダーで前半を終えることができるでしょうか。あ、いい感じで来てます。ナイスアプローチ。さあ加藤選手パーパット、ナイスセーブ、ナイスパー。加藤選手下りの難しいパーパットを決めました。さあ高山選手バーディーパットです。タッチは良かったのですがラインを読み切れませんでした。前半イーブンパーです。さあ関野選手これを入れてイーブンに戻したい。来い、惜しい、ちょっとタッチが足りませんでした。ワンオーバーフィニッシュです。さあ谷田選手前半1アンダーでフィニッシュすることができるか。ナイスパー。